アルバート・アナスタシアは、アメリカのイタリア系犯罪組織マフィアのボス、マーダー・インクの副統領。本名は、ウンベルト・アナスタージオ、ラッキー・ルチアーノ、フランク・コステロ、ジョー・アドニスラと共にニューヨーク・マフィアの黄金時代を築いた。カラブリア州のトロペアに9人兄弟の一人として生まれた。1917年にアメリカ合衆国に密入国して、 ニューヨークのブルックリンに定住した。遅れて彼の弟二人も密入国した。移住してすぐブルックリン林海区の二役労働者になった。1920年にジョートリノというハトバの同僚と船の荷下ろしをめぐって口論になりナイフで刺して首を絞めて殺害した。翌年逮捕されて死刑を宣告され、新神刑務所に送られた。 独房で死刑待ちの日々を送ったが、2年後の再審で、証人が証言を翻したり姿を消したため死刑が撤回され、無罪釈放された。1920年代前半、カラブリア系のビアッチョジオルダーノのギャング団に属し、パレルモ系マフィアのジョゼフ・ブサルドと、酒の密輸の縄張りをめぐって、流血抗争に発展した。ブサルド派を殺害した容疑で警察に、マークされた。 1923年4月、車を走行中に待ち伏せしていた敵方に狙撃され、重傷を負った。やがて、フランキー・イエールの子分、ヴィンセント・マンガーノの下で労働者へ、恐喝や揺すり、貨物の横流しなどを行った。国際公安労働組合ーラを隠れみのに、その副支部長に弟のアンソニーが就任すると、殺人チームを結成し、 ブルックリンの言葉を武力で支配した。組合の名を借りて、港の労働者と経営者の双方から金を絞り取った。1920年代後半から1930年代初めにかけて、南ブルックリンの縄張りをめぐって、パレルモ系のジョゼフ・プロファチ勢力と争った。組合内ではライバルだった。同じカラブリア勢のギャングを葬り、漫画の組織の上位に上り詰めた。 1929年5月、マンガーノラと全米のギャングの大集会、アトランティック会議に参加した。マンガーノが、ジョー・マッセリア配下になり、マッセリア一家の幹部だったラッキー・ルチアーノと親しくなった。またフランク・コステロラと知り合った。言い伝えでは1931年4月、ビート・ジェノベーゼ、ジョー・アドニス、ベンジャミン・シーゲルラと共に、コニーアイランドのイタリアレストランで、 マッセリアを銃殺したとされる。1931年9月、サルバトーレ・マランツァーの暗殺後の五大ファミリーの再編で漫画の一家配属となった。漫画のはアナスタシアを副ボスに据えたが、ルチアーノと信仰があるゆえの政治工作とみられた。イタリア人・ユダヤ人連合の暗殺執行機関、マーダー・インクの副統領となり、数多くの処刑業務に関わった。 1935年、マフィア狩りの検察官、トーマス・デューイへの対応をめぐって意見が割れたとき、暗殺に賛成し、暗殺の実地検証をするためデューイを尾行した。暗殺は実行可能と報告したが、デューイの暗殺は行われなかった。1941年、アナスタシアの過去の殺人行為を証言するはずだった、元マーダーインクの密告者、 エーブレルズが証言の当日朝にホテル6階から転落死したため、卒追を免れた。警察は自殺と処理した。1942年、捜査逃れのためアメリカ陸軍に入隊し、鳩場の経験を重宝されてペンシルバニアで教育士官を務めた。翌年、この教育現場での功績が認められ、過去の犯罪歴を隠した書類審査を経て、 徴兵期間中に市民権を得た。1946年12月、全米ギャングが集結したキューバのハバナ会議に参加した。ルチアーノ一家との横の連携が強く、ボスのマンガーノとは次第に不和となった。1951年4月、ボスのビンセント・マンガーノが行方不明となり、一家の相談役だった弟のフィリップ・マンガーノがシープスヘッドの沼地で遺体で発見された。 アナスタシアは、コミッションの席上、マンガーノが自分を殺そうとしていたと釈明したが、殺害は否定した。アナスタシアが殺したことを疑うものはなかったが、正式に彼のボス就任が認められた。五大ファミリーのボスの一人、トミー・イガリアーノが、同年2月に病死したため、マンガーノが行方不明になった時点で五大ファミリーのボスは一時的に3人だけだったと見られる。コステロは、 アナスタシアの起手破りのボス殺しを事前に了解していたとみられ、ボナンノは不干渉主義を貫き、アナスタシアのボス就任に反対し得るのは、プロファチだけとなった。コステロが漫画の殺しを認めたのは、ライバルのジェノベーゼに対抗して、味方陣営を強化するためと言われた。アナスタシアは、一家の古参幹部、フランクスカリーチェを、副ボスに据えた。 1951年10月、コステロ一家の副ボス、ウィリー・モレッティの粛清が決められた時、暗殺を請け負い、暗殺チームを手配した。1954年、脱税容疑で告発された。アナスタシアの元養親母・ヴィンセント・マクリが、税務当局の求めに応じて、脱税の証言をする予定だったが法廷に現れず、後ブロンクスの自分の車の中で死体で発見された。 1947年、アナスタシアは、フォートリーのハドソンタワホトリのパリセーズに34、部屋と5つのバスの豪邸を建てた。鏡付けの大理石テーブルや、グランドピアノ、壁には、ローマ検討士の肖像画が飾ってあった。この豪邸が、ニューアークの検察当局の関心を引き、1955年に脱税でき訴した。彼らの頼みで証言する予定だった。 建築業者は一回目の公判が終わった後、身の安全を考えて、フロリダに移住していたが、家に大量の血痕を残して、妻と共に行方不明になった。脱税の証言者がいなくなり、アナスタシアは放免された。また移民管理局により不法入国の権威を受けるが、裁判で巻き返し、1956年、訴状は却下され放免された。没収任後は、 独裁的な振る舞いが目立ち始め、他のボスにうんじられることが多くなった。1950年代後半、マイヤー・ランスキーのキューバの賭博ビジネスに割り込もうと、トラフィカンテ・ジュニアに乗っ取りをけしかけ、トラフィカンテ・ジュニアがこれを、ランスキーに密告したため中は剣悪となり、さらにランスキーに断られると無断で、キューバ進出の準備を始めたとされる。 後年政府の密告者に転じたジョセフ・バラキによれば、この頃アナスタシアは、競馬の賭けで負け続けて、大金を失い、予見不可能な行動をするようになったという。1957年5月、名優のコステロが、ジェノベーゼ配下のヴィンセントジガンテに狙撃された。同年6月、フクボスのスカリーチェが、果物屋で買い物しているところを二人のヒットマンに暗殺されると、 カルロガン・ビーノを副ボスに据えた。コステロは襲撃を受けて引退を決意していたが、アナスタシアはコステロ襲撃を死亡した副ボスのジェノベーゼのボス収入を阻止しようとボス外交に奔走したとされる。1957年10月25日、マンハッタンのパークシェラトンホテルで用人棒をホテルの地下駐車場に残し、理髪店で蒸しタオルで顔を覆っているところを突然、 踏み込んだ、覆面の二人に五発の銃弾を浴び、即死した。首謀者は、ジェノベーゼと、ガンビーの暗殺者と目される上位ギャロを選定したジョセフ・プロファチへの仲介にランスキーやプロファチと提携関係にあった、トラフィカンテ・ジュニアが動いたという説や、ガンビーの指示により、ジョービオンドが、殺人チームを作ったなどの説がある。アナスタシアと提携関係を築いていたプロファチが、 暗殺に手を貸すのは、おかしいとする味方その他多くの異論がある。暗殺の前日トラフィカンテジュニア、とハバナのカジノの話をしていた、または、キューバ政府代表と接触していた、などのゴシップがある。キューバ利権をめぐる、対立の他、ジェノベーゼとカジノ利権で小競り合いを起こし、ルッケーゼン一家のジョニーデオとガーメント地区の、組合支配で対立し、ブルックリンリンパイに進出した。 アイルランド系ニャングと争うなど、その権威の強大化に伴い、敵も多くなったとみられる。警察は、ジェノベーゼとガンビーノンが死亡したとみて、暗殺時いなかったボディガードのアンソニー・コッポラ、理髪店で、アナスタシアの隣の椅子に座っていたとされる一家の、ジェームス・ゼロームス・キランテを、はじめ多くの人間を、リストアップしたが、捜査は行き詰まり犯人を挙げられなかった。 暗殺翌日のタブロイド誌に死刑執行人が死刑に処されたという皮肉を込めた見出しが踊った。若い頃に死刑待ちで新進刑務所の独房で過ごした過去から電気椅子を逃れた男の最後は理髪屋の椅子だったとも言われた。ひっそりと行われた葬式に訪れる人は少なく、警察が確認できたマフィア関係者はピサのアンソニー・カルファの一人だった。一家は カルロ・ガンビーノが引き継いだ。暗殺後は、一家内のアナスタシア中世派を中心に復讐の動きがあったとされる。ガンビーノは、アナスタシア中世派のアニエロでラクローチェを、副ボスに格上げすることでジェノベーゼへの不満を、懐獣したと噂された。当時の新聞に、マーダー・インクのエースが、今や、軍隊の教官と揶揄された。 実行犯は、アナスタシア側近の殺し屋ヴィンセントスキランテとされる。1963年、政府密告者に転じたジョゼフ・バラキの供述による、ニュージャージー生まれの詩人の回想、アルバート・アナスタシア殺害事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。